はいブームインワールド始まりましたサットですチョコレートプラネットバズドです今日はここカフェハバナ東京で撮影です、はい、地下は、うんはい、はい、我々グローヴィンワールドの開催場所、はい、スペースオッド、はい、でここが一階になりますグローヴィンワールドの時に、うん、ここで食事もできるんですよはい、はい、食リポをやってもらっていや褒めついてないけどな <laughs> <laughs> 食リポをやってもらって、はい、ちょっとみさんに伝えると。うん、了解です。すごいね、こんなに。そう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 。う上い美を <laughs> 通常メニューである。一番売れ筋の。すごいね。うん。丸ごとじゃん。グリルドコーン。グリルドコーン。うん、焼きたおもろこしに。水牛のチーズでコーティングされていて。チリペッパーが。 真んへえ初めて見た <laughs> ちょっと食べてみてよ、うん、ぜひお召し上がりこのままいっちゃっていいとことですよね、はい、いただきますうーんうまっ途中でラインもかけるとかなり味が変わるんで味変で味変でお召し上がってくださいあのねいやまだいけるあ,あの普通の,あの焼きとうもろこしの前にチーズのね香りがパンってくるからこれ多分もう飽きない 全然で辛いのあんまり得意じゃんいやだけど全然あのウモロうもろこしの甘さとねそのチーズとでちょうどいい、うん、ちょっと俺辛いのそこまであれなんだけど全然もうちょっとかかっててもいいぐらいだのあっほ、うんとうまいこれは通常も食べれますしブ、うん、ローイワールドの時も食べれるというじゃあこっからはオリジナル料理の説明をさせていただきます、はい、串がが本と、はい、オリリジナルドリンクが2 はい、マンゴーやベリーのピューレを使用だって、うん、でラスターから、うん、でしかもこれノンアルのカクテルになってるんで<ー>未成年でも飲めるあ,あいいね、うん、見た目がもうマジヤマンじゃんこれね全部ねオリジナルのメニューなんで今回オリジナルのメニュー名付<う>けさせていただきましたこれはアミシャツアミシャツうんちょっと飲んでみてこれノンアルこれ上マンゴーだね 本当だ。うん、あ、うまあ、マンあ。<laughs> 何だ言った甘いの甘い。あの、うん、マンゴーの味ですごく、うん、飲みやすい。これ子供好きだと思う。大人ももちろんだけど。いいね。あ、いいわ。うん、で多分もうちょっと混ぜたらちゃんと違う味になってくるでしょう。しかもラストカラーだからね。うん、考えてくれましたよ。 これはブローインワールドのロゴをイメージして作ってもらったが、ね、カクテルマンゴーピューレとラムにピニャコラーダを合わせたと、はあちょっとこう混ぜちゃっていいと思うんですよねあ、はあ、夏到来 <laughs> 早いなマジでもほんとそんな感じいらっしゃいませ夏 <laughs> うんあの飲みやすさもあるんだけどなんかね 海来たぜって思あだけどこっちはマンゴーのそのな言うんだろうフルーツの甘さが全面的にくるけどこれは何,何でこのその何うの夏っぽさっていうか <laughs>、うん、<laughs> 緑色にするために、えっと、みかんの皮のリキュールと合わせているんで多分ん柑橘系の爽やかさで夏っぽい感じを南国、はい、すごい <laughs> そのねいい色でいい色 アガルこちらの、えー、名前が、うん、シュンサットえ自分の名前がついた。はい。嬉しい反面ちょっと気持ち悪い。<laughs> まあね、男同士とならば、まあ、まあ、まあ。えー、すごいこれ。美味しいです。Stay tuned! Don't go away! こちらジャークチキンの口になってます<う>でこれはねカフェハバナ特製スパイスでマリネしたチキン<ー>でピーマンとパプリカでラストカラーを表現するヤーだこれも食っちゃっていいですかはいぜひどう早いって <laughs> あ硬いうんまだねごめん口入れただけやけど絶対好き俺これ、はい、あっあっんか ちょっとカリッとしてるけどなんかちょっともちっとすっとりしてるうん,うん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 多分なんかサラダ時みたいな感じああに近いかも、うん、よりもうちょっとこうカラッとしてる感じ、うんうん、これ多分これと一個丸々くんじゃなくて多分これ合間に食った方がいいやつだったわあじゃあ置いていて、うん、こうねねなんかそっちの方がなんか俺の感覚的にはでも美味しい美味しい、うん、でチ、えー、ャークチキンあうまっ 柔らかいこれはブーミンワールドっていう名前でお出しします次はこちらジャマイカンドッグジャマイカンドッグうん、これはね完全オリジナルだって何これジャークチキンの衣にトウモロコシ粉を使用、うん、サクッとした衣とジャークチキンのうまみがたまらないらしいえどうなってんのこれもう、まあ、食ってみるかうんなんかなんかすごい。 っと一緒だけどチキンだけど外に衣だからもうアメリカンドッグ的なちょっと食べててだってダうわあのねこっちはおつまみとかそのなんつうのあてに近かったりそのまあ焼き鳥感覚これは この衣ついてるからボリューム増してなんかもうこれだけで食事としていけるあ,<ー>あこれ何かかってるんですかこれチラチャーソースっていうちょっと辛いスパイシーなソースなんですけど<ー>普通のケチャップでも全然合うんでなるほどいやでもね俺辛いの,そ,のそんな得意じゃないけどそれでも合うぴったり <laughs> ありがとうございますでこちらはグロウインワールドこのイベントのそのまんまはい、はい 最後がこれジャークポークですねジャークポーク、うん、で通常はロースを使用するけど、うん、串焼きの相性が良いバラ肉を使用だってへえ<ー>お酒と相性抜群どれ抜群だ <laughs> いやそれあんま説明になってないよ だからまた、だだろうなだからジャークチキンに対してのポークでしょ、うん、なんとなくだけどチキンよりちょっと食べ応えがある感じするんですよなんかすごいうなずいてる、ね、<laughs> そう本当に <laughs> レゲエ好きになるきっかけは、えー、だから地元の友達があのニューヨークに留学行って帰ってきた時にレゲエを俺に持ってきてくれたの。 なんかすげえかっこいい言い方してるけど、うん、<laughs> ドレッドで帰ってきたんよねそ,そうだね、うん、そのドレッドはなんかそんなに早くドレッドなんてできるんかなって思ったんでしょそうそうそうあの本、ー、当半年で帰ってきたんだけど、うん、結局そいとアメリカが合わなくて、うん、<laughs> アメリカは,は合わなくて帰ってきたのなんだけど迎えに行ったらドレッドで帰ってきた半年でドレッドできんのって思ったら全部ウィッグだったんだけど <laughs> そうこれはその当時これは中国人の毛だって言って <laughs> もうほんでなんかもうすっごいなんか すっっごいなんかかで汚た。そいつのそいつドレッドの仕しかんかすっごい汚くて結構長い期間やってたんだいやもうすぐ切ってたあそうなんだ。すぐ切ったんだけどその友達のまヒロシってやつなんだけどまヒロシが本当レゲエを俺にあの教えてくれたはいこちらヒロシになりますヒロシはいヒロシはいなるほどねすごいねんか海外で出してる名前みたいな確かにヒロシさん東京とかそう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 ヒロシなん こちらが3月9日グローミンワールドの時に食べれるオリジナルでこれもオリジナルなんだでこの日はイベントのチケットを買った人ももちろん食べれるんだけど一般のチケット買ってない人も食べるんだああここはそっかそっかそっか普通に入れるのかそう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  イベントが9時ぐらいに終わるんだけど、うん、ここのお店は何時まででやってるんですかこのお店は、えっと、ラストオーダーが10時クローズが11時まで、はい、夜の11時までやってます、えー、イベント終わった後も食べれる、はい、じゃあ多分俺らはイベントじゃ食う時間なんかなさそうだから終わってからとかかうん,うん、うんうん、そうですねいやいいわ美味しかったこれだけ充実してたら楽しいと思いますよ、うん、皆さんこれも飲み物も美味しし。いですし、うん まあ、こっちの、ね、普通のグランドメニューもあるらしい、うん、ですもちろん他のもあるってことですね,、はい、ね見たら結構おいしそうなのがいっぱいビールも飲めるしいや最高はいよかったねまずはプライベートでも来たいと思いますしなんで皆さんぜひこれ3月9日食べてぜひ食べてみてください最後総括をお願いいたします、はいえー、全部おいしいです